どうも皆さん、こんにちは。熊田陽光です。なんか、知りませんが、最近暑いですね。来月から開催される予定の東京国際大運動会は、大丈夫なんでしょうか。コロナより、熱中症の方がやばい気がします。さて突然ですが、皆さんは、踏切を車で通過するときに、ちゃんと一時停止をして安全確認をしていますでしょうか。見ていると、停止寸前まで速度を落とすものの、安全確認は警報器や遮断機に任せ、車の慣性が残っているうちに発進してしまう人が多いような気がします。私の某先輩に至っては、先行する車がいる場合は停止はおろか減速も安全確認もしないという不届き者です。一般的な普通自動車が2台連なっても、大型自動車よりも短いので、前の車にぴったり張り付いて通過すれば安全確認は必要ないという謎の論理です。危ないのでおやめください。それでもって、私がなぜこんなことを言い出したのかというと、先月山形県にある踏切で列車と軽自動車が衝突し、軽自動車を運転していたおじいさんが亡くなるという事故が発生したんですが、そのニュースで警報器も遮断機もない危険すぎる踏切があるということを知ったからです。第4種踏切ノーというらしいです。もしかしたら一般常識なのかもしれませんが、電車もバスも走っていないクソ田舎に住んでいるので知りませんでした。というわけで、今回はその殺人踏切とやらを実際に見に行ってみたいと思います。殺人踏切は県内に18箇所あるそうなんですが、先月の事故は山形県の小国町にある踏切だったので、とりあえずそこに向かっています。ここから2分くらいあるので早送りします。はい、到着しました。ここが事故現場となった殺人踏切です。二輪の自動車以外の自動車は通行止めですが、軽自動車と小型特殊自動車は通行可能となっています。1日で上下線各6本しか通らないので、列車と衝突する方が難しい気がします。ちなみに今回の事故は踏切内で立ち往生したわけではないそうです。ちょうどいいところで列車が来ました。この手の踏切は廃止する方向に向かっているらしいので、今を逃すと通過する機会がなくなってしまうかもしれません。試しに通過してみたいという興味本位のバカ野郎がいたらお急ぎください。まだ間に合います。しかしその際はくれぐれも安全確認をしっかりとお願いします。てなわけで、今日の目的は果たしてしまったのですが、暇なので山の方に向かってみたいと思います。というわけで、国道113号を新潟方面に向かい、赤芝ダムのところにあるスノーシェッドの直前で右折し、ひたすらまっすぐ進んだのが現在です。先はどん詰まりになっているはずなので、とりあえずそこまで行ってみます。やたら車が多いですが、飯豊山の登山口があったので、どうやら登山客らしいです。調べたところによると、早い人でも往復するのに20時間程度かかるそうです。全員が山頂を目指しているわけではないと思いますが、皆さん足腰が丈夫ですね。あらら、ここまでのようです。地図で見た限りでは、もっと先まで行けると思っていたのに、だいぶ手前で通行止めでした。ぬくみ平という、ブナ林の散策コースは、山をなめた装備でも行けそうだったので、株で近くまで行けたら、さらっと見てくるつもりでしたが、ここから結構歩かないとダメっぽいので、足腰が弱い私はやめておきました。それで、この近くに、立ち寄りで温泉に入れる山荘があるので、一応、なんかやってきたぞ、という事実を作るために、入浴してきます。山荘の外観などは撮影し忘れました。気になる方は、飯豊山荘で検索してください。ちなみに、コロナのせいだと思いますが、宿泊業務は停止中です。
自販機も故障中という体で停止していました。お湯はかなりぬるめです。どこかで嗅いだことのある匂いがしますが、何の匂いだったか思い出せません。温泉の成分が沈殿していますね。成分分析表はこちらです。関心がある方は一時停止して解くとご覧ください。大変いいお湯でした。少し休憩した後に、来る途中で目をつけていた食堂もやっている宿泊所で栄養を補給してから帰路に着きたいと思います。私が注文したのは熊そばです。熊肉をただ単にトッピングしただけではなく、熊の骨から出汁を取った珠玉の一品であります。味の方は熊だけにウーマナイザーでした。ところでどなたか熊の手そばなるものにチャレンジしていただけないでしょうか。かなり興味をそそられましたが、コロナ給付金を使い果たしてしまった私には高くて手が出せませんでした。なので、あなたの SNS のネタにしてください。知らせてくれたらいいねしますよ。それでは、このあたりで終了します。最後までご覧いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。さようなら。そういえば、最初の方で警報器も遮断機もない踏切を知らなかったと申しましたが、動画編集中に一箇所だけ思い出してしまいました。山形県山形市山寺にある千寺院前の踏切を過去に渡ったことがありました。嘘をついてごめんなさい。